2009年11月奈良唐招提寺、そのお姿が参道に現れた時、思わず歓喜の声が上がりました。鑑真和上です。8世紀半ば、日本に仏教の正式な戒律を伝えるために唐から命がけで海を渡った開祖鑑真和上。像は金堂正面本尊盧舎那仏の前に安置されました。和上像に続き、法隆寺、東大寺をはじめとする名だたる名刹の僧たちが入場します。彼らが手に捧げ持つのは、蓮の花をかたどった唐招提寺伝来の香炉です。この日は唐招提寺にとって特別な一日でした。唐招提寺金堂、平成大修理、楽慶法要、開眼。実に12年、4000日に及んだ金堂の大改修が無事終了し、3日間にわたり楽慶法要が営まれたのです。主役は天平時代の面影を今に伝える国宝の名建築。境内にはこの日を迎えるために力を尽くした人々が顔を揃えました。この大改修を指揮した金堂修理専門委員会の鈴木嘉吉委員長、この改修の間に80歳を迎えました。現場を指揮した奈良県文化財保存課の上田哲司さん、伝統木造建築の組み立てに挑んだ棟梁の姿もありました。木の匠奥田一郎さん、宮大工集団を率いた松井正和さん、そして解体に伴い金堂を調査、大きな発見をした田中泉さん。ここが彼らの知られざる戦いの舞台でした。唐招提寺金堂、天平のいらかの代名詞となった大屋根の頂には新しい平成の紫が輝きます。4万6000枚の瓦、その8割が今回新しく取り替えられました。一方、屋根より下の部分には奈良時代の創建以来ずっと金堂を構成してきた木材が改修後も数多く残されました。天平の姿を今に伝える唯一の金堂建築、その何を残し何を変えるのか、それが今回の大改修において問われ続けた重大な問いでした。さらに明治時代には西洋の最新技術が導入され、屋根の構造さえ大きく変えられました。一体どの時代の姿に戻すべきなのか、改修はそんないくつもの疑問を抱えながらスタートしたのです。これが唐招提寺橋ですね。この辺りはいいですね。千の川は木材を運んできたそうですけれども、ここの近くに唐招提寺ができたというのはよくわかりますね。これが唐招提寺の東の外れですけれども、うっそうとしてますね。この緑の中にあるというのはとってもいいですね。
最初に年取ったのか緑っていうのがとっても好きです。村松新さんは建築史の研究者です。中国の建築が日本に伝わりどう変化したのか、西洋建築は日本にどのように受け入れられたのかがテーマ。中国各地を歩き調査してきた村松さん、唐からやってきた鑑真和上の唐招提寺には格別な思いがあるといいます。奈良中国的地方奈良公共道刚刚到现在公共道从关西关西那个机场对对对刚刚到今関西空港に着いて関西空港に着いてここに直接来たそうです。宁波来的哈宁波から来たそうです。南大門で偶然遭遇したのは昔遣唐船が着いた中国の港町寧波からの旅行者。遣唐使は行った時に寧波もたくさん行ってるので中国の人たちは唐招提寺もとっても自分たちのものだと思っているんじゃないでしょうか。天平時代に建てられた金堂は唐招提寺を除き一つとして現存していません。ここは建築史の世界でいわば最後の聖地だったといいます。ああ、思ったよりちっちゃいですね。ただやっぱりとってもすっきりしていて、好きな建物の一つです。これが12年かけて修理されたんですね。1200年以上にわたり幾度かの修理を受けてきた金堂。天平から平成までここには一体どんな物語が眠るのだろう。そして平成の大改修その4000日とはどんな時間だったのだろう。それを探る村松さんの旅が始まります。これを初めて見た日本人たちはとても感動したんじゃないでしょうかね。今でも感動しますね。このとっても人間の原初的な感動に響く、心に響くものですね。これはいろいろな人たちの知恵ですね。いろいろな時代の知恵っていうのがあそこに入ってるんですね。首が痛い。上を見てると創建当初から金堂を支える柱にはさまざまな時代の修理の痕跡が残ります。なんかこう木は自然の歴史が込められているんでしょうけども、こういうところにやっぱり人間の歴史が込められていて、自然と人間の歴史っていうのがここで合体している感じですね。木という自然と人の思いが出会い形作られた金堂という巨大なタイムカプセル。その封印が今回解体により解かれたのです。ここで12年間作業したんですね。すごいな、広い。境内の倉庫の片隅に膨大な資料と格闘する一人の男性がいました。調査を担当した田中泉さんです。彼にとって4000日とはどんな時間だったのでしょう。これ4000日の成果なんですね。そうですね、はい。すごいな。これ朝から晩までやってるんですよね。朝から晩までやってます。大変ですよね。これ老眼になったらできなくなるんですか。そうですね。割とみんな目悪くしますね。そうですね。これは何ですか。これはそれぞれの妻たるきの使用を書いたやつなんですけども、これで寸法を大きなその全体の長さとか幅とかを入れてあって、これが長男の
の加工で、これが槍杆な。ああ、古い手字ですか？古代の古代。古代。田中さんが書き溜めた野鳥。矢は槍杆なでの加工。古は古代の材を意味します。そして使われている場所などが詳細に記録されています。部材の数はどれぐらいなんですかね。最終的にまあ出してないんですけども。数万点だと思います。それはやっぱり一つ一つ記録をしてるんですかね。はい、してます、はい、コンテナ30箱、調査記録10万枚、写真4万枚。それが田中さんの4000日。4000日ずっと修理をしていて、はい、何が大発見だったんですか。創建当初の今度の姿を明らかにするのと、もう一つ今回の修理の目的があって、その後の創建当初たってから、各自で修理を受けてますけど、どのような形で今度が変遷していたかっていうのを明らかにするというのも今回の調査の目標だったんです。4000日をたどります。1995年の阪神淡路大震災、これが回収の引き金でした。もしこの揺れがもう一度来たら今度は耐えられるだろうか、それを調べた時のこと。このかなり曲がってますね。こちらの方が外の方が外部の方が下がってます。組物と呼ばれる柱の上で屋根の重量を受け流す大切な構造物、その水平であるべき材が長年の間に大きく傾いていたのです。もう60ミリ程度は下がってますよね。金堂の内陣に安置された国宝三尊、その頭上、天井部分にも異変が起きていました。50南へ頭が、はい、柱の頭が傾いてってことですか。組物が外側に傾き、その下の柱は逆に内側に倒れ込んでいました。これだいたい6メーターぐらいあるわけ、長さが、はい、中等部まで、それがですね、11センチから12センチ倒れてるってことは、50分の1になるんですか。そうですね、だから50分の1の傾斜量っていうのはですね、やはり建物のですね、機能とか安全性というものをですね、維持するためにはですね、やはりもう限界に近い、変形量。柱がいわゆる打ち倒れを起こし12センチも傾いていたのです。奈良を強い台風が襲った1998年9月22日大きな一歩が踏み出されました。今度を完全に解体し、柱の打ち倒れを解消するための補強を施した上で再び組み上げるのです。境内に改修の拠点となる事務所が設けられ、大プロジェクトが本格的に動き始めました。嵐の日の船出でした。まず金堂にやってきたのは日本の現代建築界をリードする建設会社の技師たち。この中からプロジェクトへ参加する人が決まります。永瀬さんの姿もありました。やはりその文化財の価値っていうものをですね、損なわないような形でのその方法、補強方法を取っていかなきゃならないっていうのが大きなその命題としてあります。10年度の事業は1ヶ月後、金堂修理専門委員会の面々が集まってきました。総帥は建築士の大家鈴木柿地委員長。ただいまより第1回国宝唐招提寺金堂保存修理事業専門委員会を始めたいと思います。金堂は
我々のこの信仰の中心になっておるものでございます。ここに我々の精神が集中しているものでございます。まあ、都市大寺金堂につきましてはもう文化財の中でも、まあ、超一級ということで建物のことでございます。改修の大方針を決める委員会プロジェクトには永瀬さんのチームが参加することになっていました。採用された永瀬さんの案が検討されていきます。最大の課題は長い間に起こった打ち倒れをいかに解消するかになっていました。その時じっと耳を傾けていた当時の長老が異を唱えたのです。今これ見てました、あの接合部のところですね、補強材だけが鉄のこれできちっとこうしてしまったら、その柔らかい面とこんな硬いのとが屋根裏でこう一緒になった時に大丈夫かということです。補強案を考えた現代建築のプロ永瀬さんの4000日とは、あの永瀬さんもう構造解析の専門家、現代の構造解析の専門家なんですけれども、ここでなぜこれに参画したのか、ここで一体何をやろうとしたんでしょうね。やはり一つの時代の流れですね。もうあの何て言いますか、鉄骨なりコンクリートなりはある程度その、研究尽くしたというかある程度見えてきていると。であのそういった分野っていうのはもう素材のね、はい、強度化とか、はい、強度を上げるとかそういう方向できて、本当にあの物と物とかその組み合わさった面白さっていうのはね、もうだんだんとそのなくなってきて、で木造っていうのは反対にそういうから見るとそのあの素材の面白さもあるけども、その物と物が重ね合ってるというか組み合わされてるという、非常にあの新鮮といいますか、新しいテーマがあるというふうに、あの考えて初めに出された提案というのがいろいろ批判もされてますね。そうですね、まあ批判というか、まあ、我々がその純構造的にというか、構造的な合理性だけを通じてあの考えるとこうなるということを示したんで、当然それが実現するとは思ってない。超高層ビルの耐震構造をいくつも手掛けた永瀬さん、しかし伝統建築の世界は合理性だけではダメなようです。構造を知るためには模型を作る必要すらあったのです。作ったのは宮大工の藤野富和さんでした。実は全ての関係者にとり1200年以上も倒れない金堂の構造は謎に満ちていたのです。今から65年前、その金堂の当初の姿を探し求めた一人の男がいました。その人物を師と考える調査の田中さん曰く、どういうような意味、化け物です。本当あの狭くて真っ暗な中というので、よくこんなにそのデータをと拾い上げたなというものは、今でもしんどいのに、いやすごいですよ。もうそれ調べることに対する執着心というのはものすごいものあると思います。信じられないぐらい細かく調べてますから、大東亜戦争も昭和19年に入る。昭和19年のことでした。日本の空を戦闘機が飛び交い、本土全体が戦場と化しつつあったその年、金堂の真っ暗な屋根裏に入り込み部材の記録を取り続けた男がいたのです。浅野清、昭和を生きた建築士の大家です。戦争が激しさを増す中、いつ失われるかわからない貴重な国宝をせめて記録にだけでも残したい、執念の裏にはそんな思いもあったのでしょうか。浅野は屋根裏の材に残るさまざまな加工の跡を綿密に調べ、金堂の歴史の空白を埋めようとしました。そして意外な事実を発見したのです。金堂の屋根は創建当初より高くなっている。今回こそ実際この目で見たい、それが田中さんの密かな願いでした。
唐招提寺の金堂は過去何度か大きな改修を受けたとされます。最も近いところではおよそ100年前明治31年に行われたことが分かっています。ではその前はどうでしょう。江戸時代の修理の記録が残されていました。元禄に再建になって元禄、つまり江戸時代にも修理があったようです。こんなものが見つかりました。骨董品店が軒を連ねる京都東山区。この店にあるものが持ち込まれたというのです。唐招提寺って書いてありますね。はい、唐招提寺伝来、木彫の彩色絵香炉。中から現れたのは香炉。そうです、今回の落慶法要で僧侶たちが手に捧げ持っていたものととてもよく似ています。これが香炉なんですか。はい、そうなんです。これが香炉の灰を入れる部分ですね。で、こちらがの持ち手になります。あの裏をちょっと返しますと、そうですね、あ、ここにも、はい、そうです、唐招提寺ですね。はい、この絵香炉自体は、いつのものなんでしょうか。博物館の展覧に唐招提寺のものが出たりしてるんですけども、その時の解説によりますと平安時代の終わりから鎌倉時代にかけてということですね。実際に使ってたんでしょうね、その法要で、法要で持たせて、鎌倉時代にも落慶法要があったのでしょうか。寺にはこんな言い伝えが残ります。創建以来、鎌倉に一番大きな修理をやっております。はい、その時に今のように胸がちょっとこう2メートルあまり高くなったと言われておるんですね。私ら古くから聞いてますのは鎌倉時代に高くなったと。しかし鎌倉の修理の実態は長いことベールに包まれていました。今回の解体こそが確証を得る千載一遇のチャンス。解体は全ての部材をバラバラにします。4万6千枚の瓦が下ろされ、その下の吹き土も全て取り除かれます。明治の修理以来100年ぶりに解かれた屋根の重荷。そして屋根の面を形作っていた土地板と呼ばれる材が現れたのです。調査の田中さんが待ちかねた瞬間でした。でその次に東端の幅124、いよいよ開始。田中さんにとって数万点の木の部材こそが何物にも代えがたい宝の山。しかし金堂の改修の変遷を語るのは一体どの材なのでしょう。アリが象に挑むような果てしない作業が始まりました。まずは土地板から。田中さん思わず登ります。ここら辺の材料が金線、白っぽく見えてるのが明治の材料。明治の時の大きな修理、近世の時の、つまり元禄の時の大きな修理、元禄の時に取り替えたんじゃないか。それから中世の時は、元寇に大きな屋根がやった時に取り替えたんじゃないか。中世のそのこの建物の小屋組の姿というのは未だあんまりはっきり分かってないんです。で中世の、どういうようなこの小屋組をしてたのかというのを、きちんと解明するというのが今回の調査の一つの課題ですので、当初の姿は浅野先生が復元した姿が今、当然それも
きちんと調べますけれども、今度は、その地中線のところを何度か再現した。そうすることによって当初から創建作られた時から現在までどのような姿でこの東照大寺金堂が変遷したか、どのようなこの建物が変化を遂げたかというのが分かってくると思うんです。野地板が次々と外されていきます。しかし田中さん、一体何を手がかりにどう読み解こうとしているのでしょう。国で受け付けるんで、過去に何度かやった修理で、国穴がいくつも出てくるんですね。今回外した、明治の修理の時に打って今回外した国穴です。それで、ここの穴、ここの穴、それからここの穴とかは、一つ前の時代、おそらく元禄の時の修理の時に打ち付けた釘穴です。田中さんが注目したのは釘穴でした。一枚の野地板にはさまざまな時代の釘穴が使われなくなって残されています。金堂から出てきた昔の釘です。奈良、鎌倉、江戸、明治、釘の形は時代により異なっています。材に残る釘跡の形を調べればいつの時代に修理を受けたかが分かるのです。さらに同じ種類の釘穴がどのような間隔で残るのか、それがこの建物の歴史を知る大事な手がかりになります。大建築の謎に直径5ミリの釘穴から挑むのです。1個の数字では全然分かんないんですよ。結局その1つの部材を測ってって、このポイントからこのポイントを数値として表すと、で、同じように他の部材でも、同じような痕跡がそれぞれあれば、あ、これは痕跡として確かなことだという数値が、同じような数値がずらっと並べれば、これは創建としてはこの寸法であったに違いないということが分かってきますから。野地板だけで分かることは少ないのです。知りたいのはその下の材とのつながり。一世紀ぶりに屋根裏に光が入りました。しかし明治以前の木材は全てなくなっていました。そこにあったのはトラスと呼ばれる三角形の構造物。明治の修理で入れられた西洋式の補強材でした。きっかけとなったのは明治31年に制定された古社寺保存法。古い建築に文化的な価値を認め、国の宝として修理し守っていこうとする考えがこの時初めて生まれたのです。法隆寺や東大寺と並び修理の最初に選ばれたのが東照大寺金堂でした。責任者の関野忠は大学を出たばかりの若い学者。しかしその明治修理、そもそもなぜ行われることになったのでしょう。寺に修理前に移された金堂の貴重な姿が残されていました。よく見ると屋根の軒先の部分が波打っています。折しも日清戦争で勝利を遂げ、日本の文化や伝統を見直す機運が盛んになっていました。金堂の修理も古代の建築手法を重んじた上でと修理報告書にも明記されていたのです。しかしそこにはトラスが入りました。最先端の西洋風構造でした。さらにベルギー製の鉄の材や輸入された釘など金堂の屋根の中は西洋で埋め尽くされていました。大きく構造を変えられた屋根、それに伴い古い屋根組を構成していた材の多くが捨てられてしまっていたのです。
野地板のすぐ下は明治の材ばかり。田中さんが求める鎌倉の釘穴は一つも残されていませんでした。4000日を旅する村松さん、歴史というのはボールを、昔から受け継がれたボールを未来にこう受け渡していくような気がします。で、中国から来たボールが平城京に来て、まあ、それが東照大寺に行ったわけですね。で、西洋から来たボールが明治時代関の帝が受け取って、それも東照大寺に込められて、その後その2つのボールがですね、東照大寺の中にずっと込められていて、で今平成の4000日の間にそのボールをどうやって少しずつ直して、でまた未来に受け渡していく、そんなような気がします。私たちはその中にいるんだなという、まあ、謙虚な気持ちというのがこの大極殿の上に立っていて本当によくわかります。平成の補強法を探る永瀬さんの4000日、まず取り組んだのは金堂の力の流れや財の働きを把握するための解析モデルの作成でした。ほとんど建物の半分を再現していることになりますので、その解析モデルをもとに補強の方針を決める修理専門委員会が開かれました。しかし集まった委員たちの表情は一向に冴えません。なぜなのでしょう。いわゆる建物を実測した結果、最大121ミリでしたかね、っていう数値を得てるんですよ。でシミュレーション上はですね、27、8ミリだったんです。それがまあそのいわゆる得た数値が違うわけなんですね。実際の金堂の柱の内倒れは12センチ。しかし永瀬さんの解析モデルによるシミュレーションでは内倒れはわずか3センチと計算されました。現代建築のエキスパートをもってしても金堂の木の力や働きが皆目見当がつかない。何が難しかったのでしょう。永瀬さんは木構造ではなくてもっと別の現代建築の構造解析ですよね。それでこの木構造のことをやらなくちゃいけなかった。しかも古いものですよね。ご苦労っていうのは入れるデータですね。ですから形は入れられるんだけど、その部材としてどういうふうな特性があるか、はい、あるいはジョイントがどうなってるかと、部材はものすごくたくさんありますよね。どれぐらいですか。まあ、我々はこの2分の1ぐらいの模型であったんですけども、まあ、部材数で2万ぐらい、ね、接点数でまあ1万5000ぐらいですから、結構普通の建物ではあまりないオーダーですね。でしかもあれですよね、その部材も年代が違いますよね。そうすると特性も違ってきますよね、はいはい。それはどうしたんですか。特に、ね、こういった木造っていうのは時間が経つとだんだんと変形が進んでいくという、はいはい、クリープというのがあるんですね、はい。でクリープというのはですね、木材の新しさ古さによって変わるんですよ。ですから古いものというのはなかなかもうこれ以上クリープが進まないけれども、例えば取り替えますよね、はい、そうすると変形が進むんですね。ですからそういったまず部材の新しさ古さによって部材の硬さが違うと、そういうのは必要な部分はデータを置き換えて、でしかもそのどれだけクリープというか変形が進んでいくかということもなかなか分からなかったですから。永瀬さんを最も悩ませたこと、それは数万点の材の特性を数値化する作業。木は曲がる、へこむなど建物の一部になった後も生き続け、予測のつかない動きをするからです。それをどう数値化するか。さらに関係者を悩ませた基本的な問いがありました。金堂をどの時代の姿に戻すべきなのか。
屋根の構造を大きく変えた明治の姿に戻すのか、それとも当初の姿に戻すのか。トラスが外された金堂では次なる大物羽根木の解体が始まっていました。金堂を美しく見せる深い軒、それが下がらないように屋根を跳ね上げる天秤のような働きをする材です。長さ13メートル、長年軒を跳ね上げ続けた羽根木はどれも激しく痛み、ひどい割れを起こしていました。上の羽根木、ここにありますけどね、特にね、バツにしてあるのでよくわかるのはこういうところですね。こういうもここでも座骨を起こしてもかなりへしゃがってますね、はい、潰れてますよね、うん、こういうのがやっぱりちょっともう使いたくないなというのと、それから、はい、できるだけ古い材をそのまま生かしたいということは基本やと思うんですけどね、うん、だけどどうしてもやはりね、もう力のないものとかそういうのをあえて使うことができませんので変えざるを得ない、うんうん、今まで材木をいくつかまあ購入はしてるんですけどね、でも羽根木はちょっとまた木柄がね、また大きいんですよね、大きいし長い、うん、そういう材が果たしてはちょっと今のところ難しいんじゃないかなとは思うんですけどね。材の調達に不安を残しつつ解体は進めます。続いて地だるき、ここに創建当初の材が出てきます。地だるきとは軒を形作る材、先端だけは軒下から見ることができます。見て美しい化粧材にして軒を支える構造材、地だるき。普段は屋根の中に隠れて見ることのできないその全容が明らかになりました。そしてこの瞬間を待ち焦がれていたのが調査の田中さんでした。こういう痕跡がそれぞれ残ってまして、これは本来だったらばここがてっぺんところでこのような形で組んでた、この隙間の部分にここのその部分が入ってきて丸い線で差し込んでそれを止めるというような古い形の止め方が残ってます。おそらく当初のものだと思ってますが、これが見つかるとその当初のその屋根のですね、はい、その大まかな形が、それでその屋根のがどのような形で収まったというような当初の形式が復元できるんです、うん、そう、あの調査の先駆者浅野が昭和19年暗闇の中調べ上げたのがこの地だるきの先端部分だったのです。どう加工されているかがポイントでした。この出っ張っている方が音機、そしてこちらが面機。当初の地だるきの先端を合わせれば創建された時の屋根の勾配が分かる、浅野はそう考えたのです。解体した今しかできないことを田中さんは実際にやってみることにしました。そんなに鈍角？現れたのは驚くほど緩やかな角度。でそっち持ったの？はい、あ、こっち。合体、合体。はい、じゃあ。おほほほほ。いった。
でも本当とんかくですね。これが創建当初の屋根の勾配だったのでしょうか。六十数年ぶりに実証された浅野の仮説、実に緩やかな屋根です。それは浅野が自分の調査をもとに描いた復元図とほとんど変わらない姿でした。違う場所に使われていた材が過去のどの時点かで地だるきにされたことが分かりました。無材とは過ぎた時代の姿を映す物言わぬ鏡なのです。さらに田中さん、興味深いものを見つけました。元は他の建物の投げ石だったものを引き割って使ったんじゃないかというのが出てきています。それがこれでして、半円形の繰り方、今はあの別の材料で埋めてますけれども、こういう半円形の繰り方が部材の裏側から出てきて、これは元はその柱を横につないでいく、柱の中間部分を横につないでいく投げ石という材料だったんですね。投げ石とは柱と柱をつなぐ横の材、そこに刻まれた加工の跡は柱の直径を示します。金堂の柱の直径は60センチ。では見つかった材の繰り跡はどうでしょう。これがほぼ40センチ弱ぐらいなんですね、直径が。で、この金堂の柱というのが60センチもありますんで、この金堂の柱のとは全然合わない形してるんです。材の中には金堂には必要のない加工の跡があるものも少なくありませんでした。他の建物から持ち込まれたいわゆる転入材のようです。奈良時代は頻繁に都が移った遷都の時代でした。建材が盛んに動いたのかもしれません。金堂の解体現場では材に残された痕跡を記録する田中さんの姿が頻繁に見受けられました。一つ一つの材が発する声なき声に耳を傾けます。栗穴は明治プラス第2プラス小1、はい、左の小口が古い、右が新しい、旧見分3465、はい、調査を進めるうちに田中さんはあるはずのものがないことに気づきます。野だるきの方を解体進めていって野だるきを見ていったんですけれども、ほとんどその、江戸時代、それから明治の修理の時代に加えられた材料で、古い材料というのは全然なかったんですね。でその後に、解体していったのは今度はその下のさらに下の材料で、もやの方にも、古い材料は中世の材料はないと。で羽木はほとんど明治ですし、トラスは当然明治ですんで、その後どん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 解体していっても中世の材料は出てこないと。古代建築よくその中世にかなり大規模に屋根の改造をすることがあるんですね。ですんで屋根の改造を中世にやるということは当然この東照大寺金堂でも考えましたんで、確かに古い材は見当たらないけれども、それをやっぱり発られたりなんかという可能性もあるんで、表面を削られてしまっているという可能性もなく、なきにしもあらずなんで、まあ細かに見ていこうというようなことで高野材の中に中世材を探し回ったわけです。仏教の都として栄華を誇った奈良は、京都に都が移ると寂れていきます。再び輝きを取り戻したのは中世鎌倉時代でした。奈良時代に建てられ、その後焼け落ちた東大寺大仏殿は鎌倉時代に一度再建されています。法隆寺夢殿の屋根が高く改造されたのもこの頃でした。鎌倉時代には改修が次々と行われたのです。だからこそ東照大寺も鎌倉時代に大規模な修理を施されたと誰もが考えていたのです。そしてその時屋根の高さも上げられたと。しかしその痕跡が見当たらないのです。4000日を追う村松さんが田中さんに疑問をぶつけました。
そもそも屋根は本当に高くなったのでしょうか。その垂木の実測図なんですけれども、ここの端の部分にこういうふうに2枚を組んで、はい、あの1本をこういうふうに組んで、うん、横から線を塗って固定するというような仕口が残っていたんですよ、はいはい、でそれは創建、そのような痕跡を使うのはこういう胸のてっぺんの部分でも痕跡なんですね、うん、そこしかないわけですね、はいはい、うん、だけどもしかしたら別の建物から持ってきたっていう可能性はないんですか。別の建物から持ってきたという可能性はもう当然想定しました。でもし他の建物から持ってきたとすると、その建物で使われてた痕跡というのが残るはずなんですね、うん、で建物というのはみんな特徴ですから、ちょっとでもずれれば釘の位置というのはずれてしまうんですよ、うん、で釘の位置がずれてしまえばもうこの東照大寺金堂で以外で使っていたものというのがすぐ分かりますので、うんうん、で現状その復元される、この位置 で想定される位置の痕跡もぴったり合ってくるし、他の建物で使われているような形跡はまるで見当たらないんで、うん、創建当初この部分に使われていたやつが後の元禄の修理で移されたというのはクリアに分かってそうか。組穴だけでそんだけ分かっちゃうんだ。そうですね。たかが組穴、されと組穴、それこそが金堂の過去を読み解く鍵なのです。ジダルキがもう一つの真実を語り出したのは2004年のことでした。部材からそれがいつ切られたかを割り出す年輪年代測定法の第一人者、水谷匠さん。2万点以上の中から年代を割り出せそうな材を探し続けること2年。ああ、これはいいや。ついにあったな。これ、このね、これ。これはもう完全にそうでしょ。うん、これ、皮を剥いただけの目、加工してない。これは最高。だから2年間やってきたけど、これが最初で最後かもしれない。よし、行くぞ。三谷さんが求めていたのは皮のついた材でした。それがジダルキにあったのです。この材に残る年輪の幅を測り、三谷さんが作り上げた3000年分の年輪データと照らし合わせます。さてこのジダルキ、一体いつ切られたのでしょう。結果はですね、西暦の781年に切られた木だということが分かりました。ジダルキが告げた伐採年は781年、都を京都へ移した桓武天皇が即位した年です。金堂が誕生したのはそんな遷都の最中でした。そのジダルキに最新科学の目が入りました。これから破壊までの採火を始めます。はい、じゃあ採火お願いします。1200年以上金堂の一部だった当初のヒノキ材、傷みが激しく取り替えが決まったジダルキに上からの力を加え強さを調べます。4740、変形20mm。はい、どんどん下げてください。はい、OK。ストップ。ヒノキは切られて500年ほどが過ぎても強度が落ちない。時が経てば劣化するだけのコンクリートとは大きな差になります。まさにこの1200年、1000年以上経った材がですね、これだけの強度が出るっていうことをまさにこう 目の前で我々はこう実感したわけなんですけれども、本当に驚きの一言に尽きます。本当に貴重な実験をさせていただいて、もう本当に感謝の一言ですね。
さらに伝統建築では初となる画期的な実験が行われました。柱の上で屋根の重量を受け流す組物、現代建築にはなく、その役割はよく分かっていませんでした。実寸大の組物を作り、金銅で受けるのと同じ力を加え続けます。それによりどう変形するかを時間をかけて調べるのです。実験は3年に及びました。その組物に地震で想定される揺れを加える実験も行われました。すると釘が一切使われていない組物を滑ったりめり込んだりしながら揺れを受け流したのです。この古代の不思議な構造物のおかげで金銅は過去何度か遭遇した大地震にも耐えてきたのかもしれません。しなやかな木の建物、それを一体どう補強するか、現代建築のプロ永瀬さんは悩んでいました。一番簡単なのはここに突っ張りを入れることなんですね。ここに2つ金銅は深い軒が押し込む水平の力で柱が内側に倒れ込んでいました。だから太い梁の左右に突っ張りを入れ軒を押し返そうと考えたのです。しかし最も合理的と思われたその大張補強案を修理専門委員会に提出すると予想外の異論が出ました。大張補強なんですけれども、当然梁にまあ力があるわけですよね。その場合その梁は当然これ持つという考え方なんですね、強度的に。だからちょっとこう当初材にこういう力をかけるのがですね、果たしていいのかどうかっていうのがちょっと心配な。大切な当初材に余計な力をかけたくないという意見でした。いろいろ批判もされてますね。そうですね、まあ批判というか、まあ、我々がその純構造的にというか、構造的な合理性だけを通じて考えるとこうなるということを示したので、当然それが実現するとは思ってないです、あくまでも構造とそれから文化財の関係の方々との、ディスカッションといいますか、お互いの調整がありますから。ただ我々としてはインパクトを与えるために純構造的にはこういう方法でいきますよと、そういうことをお示したかったという形で、大綱領の資料を作るというふうな形で、一番そのお互いの内側に対する内向きの力を解消する一番低い位置で一番少ない部材で、一番構造的には合理的なんですけど、こういう世界というのは構造合理性だけでは当然済まないですから、当然我々としてはその後の変更といいますか、さらにまた一から出すということは当然考えていました、構造合理性以外のものって例えばどんなところ。やはり文化財の価値ですね、文化財として成立するためにということで、基本的にはその文化財の構造補強というのは守るべきものと、それからそれを守るために付け加えるものというのははっきりともグレード分けされているんですね、というのは文化財というのはこれから数百年持っていくわけです、文化財修理という特殊な概念をゆっくりと受け入れていった永瀬さんの4000日。金銅の解体もいよいよラストスパートです。正面の扉が1枚ずつ外されていきます。あとは柱とそれを水平につなぐ横の材、投げ石だけとなりました。柱の大半は当初材、36本で1200年以上金銅を支えてきたのです。
その現場に調査の田中さんはずっと張り付いていました。そして柱の上の部分をつないでいた投げ師が外された時、田中さんは大きな発見をしたのです。この柱ですわ。内乗り投げ師が現在はここからここまで 31.8cm があるんですけども、 M から M までですか。はいはい、ここからここら辺までですね、はい、ここからここら辺まで、投げ師がペタッとくっついてるんですね。で、痕跡もう一つ見ていくと、近世の修理、一つ前の時の修理の時はここについてたんです。ちょっと下ですね。ちょっと下です。3センチか4センチぐらい下なんですけれども、これが、これ以前はここについてたという。だから明治の修理で内乗り投げ師がこの位置にちょっと上がったんですね。で、もう一つ痕跡があって、それはここなんですけれども、だいたい背が20センチぐらいの、やっぱり投げ師が取り付いた痕跡がある。古いという字で上下にある、はいはい、実践で書かれているところなんですけれども、で、痕跡としてはこの、明治以外、現状以外には2つしかないんです。で、近世の時のやつ、それからこれを当初の時というふうに考えると、最初この建物が作られた時というのは内乗り投げ師がここについてた。で、その後近世の修理があった時に、元禄の修理があった時にこの部分に投げ師がついてた。で、明治の修理では若干それが位置が移動してここに変わった。で、それぞれ、そういうような3時代の、当初があって、近世があって、明治があって、それぞれの状態というのをこの痕跡を調べることによって分かるんです。 M は明治時代、 K は近世、つまり江戸時代、そして漢字の古いという文字は古代、すなわち創建された奈良時代を指します。江戸と明治の改修の痕跡は確かにありました。しかし鎌倉の時の修理が一番大きかったんじゃないかって、鎌倉でおっしゃってましたよね。というのはかなりその古代建築、中世にかなり大規模な修理をやってるところが多いんですね。他は、はい、でここの金堂でもやってるんじゃないかと思ってて、で扉周りが変わったのは中世かな。で仏様を修理したのがその 中世に記録あるんで、同じぐらいにやってるのかなというふうに思っていたんですが、でもこういうふうに痕跡を見てくる限り、中世の痕跡というのは現れてこないという。何がわかるんでしょうね、これで。なんでしょうね。いやだから結局問題があって、ほとんどつまり、あれほど追い求めていた鎌倉時代の修理の痕跡は全くなかったのです。鎌倉に大規模な改修があったという定説が覆った瞬間でした。つまり金堂は創建から江戸の修理まで900年もの間、大きな改修を受けることなく立ち続けてきたのです。鎌倉時代の修理がなかったっていうのが分かったんですけども、その時はどういう気持ちだったんですか。やっぱりって感じが大きかったですね。でどん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 この柱の方にの痕跡を調べていくところに行き着くまでに、もうほとんど鎌倉に修理ないっていうふうに確信してたんですよ。であとはもうこの投げ石を取り外したらば、おそらく元禄と明治の痕跡しか出てこないなというのを、もうかなり想定としては確信に至ってたんで、で外してみたら、あやっぱりというような感じですよね。鎌倉の大修理は実はなかった。大先輩である浅野が唱えた定説を覆す大発見。しかし田中さんの思いは複雑でした。で浅野先生が中世って言ってしまったもんやから、でも明らかに違うから、これは元禄の投げ師やなと思ってて、どっかで否定しなきゃ、否定されたらそこを否定しなくて、どっかで修正しなきゃいけないなと思って。だけどさっき感動があんまりなかったって言うけど、結構感動してますね。中世に、いやいやしないんですよ。しないですか。周りがこれを中世だ中世だって言ってるもんだから、うん、それは違うんだけどなというのを、うん、なんとか証拠をきちんと並べて説明しなきゃいけないわけじゃないですか、うんうんうん、
だからもうそれはしなきゃいけないなと。鎌倉の修理はなかった。そして今度は本格的な改修がされぬまま900年間立ち続けていた。新しい学説の誕生でした。4000日を旅する村松さんはもう一人のキーマンを訪ねました。お久しぶりです。こんにちは。しばらくですね。20年ぶり30年ぶりぐらいですよそうかもしれない、伝統建築の一般みたいな感じでね、まあだんだんそういうことをやる人が少なくなってきてたでしょ。そうです ね、ね、勉強したんですけどね、なかなか分からなかった、もう古いことは。今回の改修責任者鈴木柿地さん、建築士の大家は新しい学説をどう受け止めたのでしょう。日本で鍛えて向こうに行くと、まあ、今回の以前と違ったのでは、鎌倉の修理があまりこの本堂に入ってなかったっていうのがありますね。それがこう初めて分かりましたよね、それならでね、その天平建築でね、その鎌倉に大修理を受けてない建物っていうのがね、珍しいんです。珍しいんです。僕は初めてです、でおそらく今後も出ないでしょう、ね、だからこれだけが特別、だからこれだけがねバカに丈夫だったという話になったわけよね。それで柿さんみたいですね。いやいや、まあ、そうはいかないよあんたいやだからね、だからそれはさ、それはだからえらい丈夫だったんだなというのでね、この建物もなんか見直す必要があるなという、だからこう今度やってみていろいろ感じたんだけどね、こう奇跡的に残る建築とね、残るべくして残った建築っていうのがあるんじゃないかと思うんだな、これは。でね、やっぱりねこれはね残るべくして残ったんだと、ね、やっぱりそれだけのねこう建物としてのね風格なりあるいは強さなりね、そういうものをねこう最初から持っているんだというね、僕にはそういう感じがしましたね。構造的なものだけじゃなくて、例えばいろいろなものが、まあ、地震以外にも焼き打ちとか入ってますよね、これずっと焼かれてませんよね、それは風格と関係あるかなと思いますけどね、やっぱりだからそういうものをね手をつけちゃいけないとかね、修理の方針、どういう補強をするかというのにね、もうちょっと大きなことをやらなきゃいけないかなと思ってたのよ。明治の修理をどうするかということはあったわけ。明治のね、どうですか明治の修理は。その要するに明治のねこうトラスをね、なんかトラス自身はその悪くはないのかもしれないんだけどね、あれに関連してねこう2段に羽根木を入れてるんですよね、それでねその辺がねあんまりうまくいってなかった。構造的に、構造的に、弱くなってるってことですかね、やっぱり無理があってね、どこまでやるかっていうのはこう難しいですけどね、やっぱり明治のものもできるだけ残してあげたいというね。明治の修理に疑問を感じている鈴木院長、でもそれも残したい。さて、どのように修理するのが最良の道なのでしょう。すべての柱が倒され、解体が終了したのは2003年11月でした。巨大な金堂は2万点の部材に分かれました。直径60センチ、長さ6メートル。明治に取り替えられた柱の一本の根元がシロアリに食い荒らされていました。悪い場所だけ切断し、接ぎ木をします。
古い材はできるだけ残すのが修理の鉄則なのです。複雑な構造物、組物も分解されました。当初の材が多く残されていましたが、中には割れているものもあり、取り替えが必要でした。しかし金銅の木は想像以上に優れた材ばかりだったのです。1センチに年輪が21本、この目の詰まった材こそが金銅を流れさせた最大の功労者でした。新しい材にもそれが求められました。金銅やっぱり使えてる木、やはり非常に目が細かい、その目の細かさで一応指定してます。例えば1センチに10何本とかいうのは指定してます。今は吉野のヒノキということで限定してます。購入する材には厳しい基準を作りました。この風土に合う吉野のものであること、そして年輪が1センチに少なくとも8本、できれば12本以上あること。古くからのヒノキの名産地吉野、山に分け入るのは森を知り尽くす山盛りたち。今回探すのは金銅の羽木にする太いヒノキです。吉野には300年守られ続ける掟があります。苗木は北側の日当たりの悪い斜面に密に植えること。過酷な条件が年輪の詰まった強い木を育てるのです。しかしここには細い木しかないようですが、あっちまであれや、ちょっと、あれや、ワイヤー張ったほら、あ、あれか、関係ないわ、こっち行こう。どうやら見つかったようです。なるほど、これなら大丈夫そう。30あるか、え、メーター300、サイズはクリア。天正城、地正城、内正城、六根正城、新所正城にして、室室の桶あれ不条なし、我が身は六根正城。しかし問題はここから。こちらに置いてあるのが、まあ、それで取れるかどうか分かりませんけれどもね、取れるかどうか分かりませんけれども、東照大寺の羽木にする予定で、置いてあります。どれですか？これ今8本あると思うんですけど、このうち、いいのを選定して4本使うつもりしております。老舗の材木商の一角に置かれた立派なヒノキ。しかし太さだけではまだ羽木にできるかは未知数。木は皮を剥いでみるまでわからないのです。年輪はどうでしょう。少なくとも1センチに8本というのが条件ですが、8本、合格です。この木から何本取れるんですか？いや、これ1本、羽木1本です。羽木にふさわしい性質を備えているのはどの部分なのか教えてもらいました。これほど太いのに1本しか取れないとは驚きます。こうやって木が反ってるでしょ。はい、だからなかなかね。でもこんなに大きい直径の中でわずかこれだけなんですか？腐りやすい部分を切り落とし、節を外し
いらない場所を次々と惜しげもなく落としていきます。欲しいのは芯を中心にした本当に良い部分だけ。芯の部分は樹皮に近い部分に比べ硬い上に水分の含有率も低く長持ちするのです。直径70センチを超す大木がこんな姿になってしまいました。しかしこれでも合格するかどうかわからないといいます。最後の難関は宮大工の目。東照大寺の現場に腕利きの宮大工たちが全国から集められてやってきました。2005年2月、いよいよ組み立てが始まるのです。柱の傷んだ箇所には修復が施されていました。平成の手が入った当初の柱を建てます。礎石の出っ張りにぴったり合うように柱の底の部分をはつっていきます。36の礎石の上に立つ36本の柱が金堂の根幹です。時間をかけて石の面の凹凸に合わせ細かく調整します。こうして垂直を確かめます。現場を仕切るのは棟梁の奥田一郎さん。法隆寺をはじめ名建築の修理には欠かせない匠です。36本の柱が立ちました。続いて柱をつなぐ横の材、投げ石を入れます。古代、江戸、明治、そして平成の新しい材、さまざまな時代の材がない混ぜとなる伝統建築。ただ組み立てるだけではダメ、高度な技が求められます。古い材料はやはりどうしてももう近世の材ですので、300年以上経ってますのでね、どうしてもこうねじれとか粉ぐらいでええのか、狂いが出てるわけよね。それを調整しながらこう合わせていかなければならないので、それがやはり1回2回ではなかなか収まらないです。解体された材はしばらくすると解き放たれて癖を出します。それに癖も収縮率も異なる新しい材を組み合わせるのです。ここは技と知恵と経験がものを言う世界。金堂の現場に新しい材が運び込まれてきました。その時必ず立ち会うのがこの人、藤野富和さん。木の目利き、材が秘める癖を見抜く達人です。どうやら届いた材が気に入らない様子。やっぱりなかなかな、これちょっと手が一体何が問題なのでしょう。回ってるでしょ。あ、こういうふうに、こう痛めがこう回ってこう来てでしょ。まっすぐになってない、素直じゃない。藤野さんが見ているのは今ではなくこの材の行く末。一見まっすぐな材でも年輪が曲がりくねっている木は将来嫌な癖を出すのです。
あのヒノキに対してもあてもあればいろいろあるんですよ。こういう間が当てっていうのはね、まあこういう目の中で念の中でやはりそういうこうひねるって言いますかね、後でこうこれも待つ以上にはないんですけど、やはりこう変形する、反る、反ったりとか曲がったりとか、そういう風なのがあの当てって言うんですけどね。当て、聞き慣れない言葉です。その当てがかつて金堂に使われていた材にありました。曲がりや反りなどが出やすく、やがては建物の寿命を脅かすことになります。木の目利き、藤野さんの眼差しの厳しさを松井棟梁が記録していました。あ、こういう形でもいろいろとあるんです。ここだったら69枚持ってきて17枚とか、だからほとんど返してるんですわ。藤野さんという最後の難関を突破できず突き返された財の返品記録、ね、11回かぐらいかまでいってるのかな、はい、うん、だからこの最終項ですね、8月11回で8月8日にこれ250の250になってるわけで、トースターで、はいはい、返品理由にも宛てと書かれていました。2006年6月、吉野で切り出されたあの羽木用の材が運び込まれました。これから1ヶ月ほど寺に置かれ、藤野さんをはじめとする宮大工が質を見極めます。金堂の一部になってから癖を出されても後の祭り、組み入れる前に見抜かなければなりません。10本か何本かのうちはちょっと怖いわちょっとっていうことでやる場合もありますよね。さて、合格するでしょうか。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。村松です。はじめまして。藤野さんですね。はい、金堂の修理に、携わって大変だったでしょう。いえいえ、なかなか携わって苦労したことはしたけども楽しかったですな。あ、何が楽しかったですか。まあ、初めに模型をさせてもらいましたね。あの模型は藤野さんが作った。そうですね。検査しまして金堂の10分の1模型を作り、組み立て用の材を見極めた宮大工の藤野さんと材木商を訪ねます。あ、こんにちは。返品も何度か経験した貝本さん、よろしくお願いします。東照大寺でお世話になってます、藤野です。よろしくお願いします。木がたくさんありますね。まあ、木屋ですんで、それ以外に何もございませんので納入された木が全部良かったわけではないですよね。まあ大体はもう大工というのは盛大してもうて、それでこういうふうにまあ各門にしてもうて、で悪い当てがある、うん、この木は使うたらあかん、返品交換、そういうのは見るわけですね。けども、当てって何ですか。まあ当てちゅうたらね、村松さん当てに興味津々です。まあ言うたら悪いねけども、これがちょっと当てちゅうてね、歪む率が多いんですわ。ここと違うってことですか、色が。これが違うわけですわ、色がね。これどうしてできたんでしょうね。このこれはどうしてできました。当てちゅうのは、はい、当てちゅうのはね、やっぱり立地条件によりまして、山の場合こう急斜面の場合、まあ、人間も一緒ですけど、こう急斜面でこう立とうとしたら背中に背筋に力が入りますよね。こうしないと立てませんでしょ。だから結局木も一緒で、平らなところに立ってる木っていうのは割と当ては少ないんです。でも斜面が急になるとどうしても踏ん張り力がいりますので、そこにこう硬い、まあ、背筋が硬くなったというんですか、背筋みたいなもんですね、人間に言えば。だから逆にこう立ってる傾斜があって、木が立ってる部分の、外側っていうんですかの部分に当てがどうしても。
将来建物の命取りになるかもしれないあて。まあ言えばこの筋、この筋ですね、この筋が一番分かりやすいと思うんですけど、ね、年輪が太いと思うんです少しね、うん、この辺はこの辺よりも これが一番きついと思いますね。さっきあの傾いている時に、できるって言ってましたよね、まあ、そこで排気みたいな感じで力が、はいはいはい、ずっとできるような気がするんですが、どうしてここだけできるんですか。今そこで一番こうあの非常にこう圧力がかかったんじゃないかと思いますね、うん、その年代のまたその時にね、うん、日当たりの悪い斜面でなければ育たない強いヒノキだからこそ生まれるあて、永遠のジレンマです。これがあてが入ってるとどうなるんですか。使うとまああの乾燥してくるとやっぱりちょっと狂ったりこういう歪んだりするわけです。硬いことは硬いですけどね。硬いからいいような気がしますね。そうです。そうでなくてもまあこの木もだいたいこういうふうにこう歪んでるけども余計こうこっちこのようにまあ引っ張られるっちゅうかな。あまあだいたいこういうふうに当てちゅうたら曲がるわけです。この木自体にしては木裏の方へ曲がってる境に反対になってくるわけですわ。普通はもう木を持ってこっちやったらこういうふうに沿ってくるわけやねんけども、この木はなんか知らんけども木裏の方へ引っ張られてるわけですわ。もうこれは使えないんですか。もうこれはもう使えませんわ。引いた時はまだこういうふうにはまだまっすぐに引いてんだけども、1日2日になってきて乾燥してきたらこういうふうになってくる。1日2日で曲がっちゃうんですか。ひどいものがもう引いたすぐ引いたすぐに曲がる。木は頑張ったんでしょうけどね。そうです、立ってる間頑張って、これがあるから頑張っていただきたい。かわいそうに。回収は本当に良いヒノキを探す戦いでもあったのです。現代建築のプロ永瀬さんは金堂の解析モデルを作るためにある方法を考えつきました。伝統木造建築のさまざまな特性を現代の建築用語に置き換えていったのです。金堂の力の流れや材の働きがようやく把握できました。その解析モデルをもとについに打ち倒れ解消のための平成の補強案が完成したのです。この模型の白い部分がそれ、打ち倒れをなくすための補強と全体の変形を防ぐ補強、それは金堂の改修で考えうる最も合理的な補強法でした。一方、組み立て現場、屋根組に差し掛かったところで問題が起きました。軒の形を決めるおだるきがうまく収まらない。奥田棟梁考え込んでいます。こっちが低いことは資料下げたらこっち上がってくる。テコ、テコの応用です、はい、これ支点ですわ、支点支点がこの手前なんです。下からここまで修正を加えたために曲がった材はそのままでははまりません。棟梁はおだるきを受け止める材を蝶名で削り出しました。大切な古材、
しかし棟梁は迷うことなく大胆に削っていきます。図面通りでは組み立てられない。それが古建築。新しい材の隠された癖を読み切り、時に古い材にも大胆に手を入れる。それができる者だけがこの現場を切り回せるのです。さて今度はどうでしょう。無事収まりました。次はいよいよ平成の補強材が入ります。今回の補強は明治のトラスを生かす形で入れられました。江戸の姿に戻すのか、それとも当初に復元するのか、その可能性も検討しました。すでに当初の材は多くが失われています。試行錯誤の末選ばれた答えは明治でした。古材をできるだけ生かすためでした。補強構造には平成の哲学が込められました。ジョイント部分以外は全て木材を使うこと、屋根裏の見えない場所にのみ取り入れること、そしてもう一つ、将来取り外しができること。100年200年の後、もしより良い補強の方法が見つかれば、建物を解体することなく補強構造だけを変えられるように、そんな未来への配慮です。創建1200年、遥かな時を超えた伝統建築に平成の知識が加わりました。ものすごく現代的なものと遊びのあるようなものがここでミックスしたっていうのはとても驚きなんですけども、やはり木というのは他の、コンクリートとか鉄に比べて変形しやすいんですね。だから作ってるうちに変形しますから、はい、それに対応するような工夫なり、あるいは吸収しろなり、かなりいりますよね。そういうことがあるので、他の、現代的な建物に比べるとそういった遊びに対する考え方がもっと積極的になるかもしれないですね。多分ね、伝統の技っていうのはね、ここは失敗のね、そのなんていうか全部ろ過されたもの、はい、ですから多分いろいろ試行錯誤で、失敗なりがあったと思うんですよ。それが今こういう形で残ってるということは、失敗でないものは残ってるという形で、私はね、伝統木道っていうのはリスクが一番小さいと思うんですよ。全てのリスクを今はもう全部捨ててきて、で残っているのがそういった非常に洗練されたというか、もう経験に裏付けされた、そういったものが残っていると思います。ですから、いわば大工さんの知恵が固まっていて、で我々はその知恵をなんとかコンピューターで知識に変えてやろうと。知恵というのは伝えられないですね。で知識というのは次に簡単に伝えられますよね。ですからそういった数値化して知恵を知識にするっていうのが一つのこの伝統木造の中の構造の仕事だと思うんです。4000日修理にかかったわけですけれども、永瀬さんにとって4000日っていうのはどういう意味を持ってますか？そうですね、非常に楽しい経験でしたし、やっぱり建築の基本っていうものをね、考える機会を与えていただいたと。つまりいろんな大工さんのその何ていうか姿勢とか誇りとかがありますね。で我々は建築に携わるものっていうのは我々が死んでも建築は残ると、だからいい加減なものを作れないというのが基本的に建築に携わるものの考え方なんですよ。でそういったもので1200年残ってきたということは、その間いろんな人 の, その力がこうあるんですけども、やはり建築というものは残るものだと。でそういうものの仕事をどうすべきかという、ほとんど基本的な建築に の, 考え方ですね。そういったものをもう一度見直す機会を与えていただいたと。建築っていうのは歴史であり文化なんですね。で普通そういうことも考えるっていうのは日常の仕事ではなかなかないんですけども、こういったものを考えると本当に我々やってる仕事が、文化であり歴史になるんだと
いうことを改めて感じましたですね。大工さんは、ね、この辺にどっか名前書きますね。長瀬さんもどこに書いてありますか。いや、そうですね、それ書き忘れましたね。書き忘れました。組み立てもついに最終段階、羽根木が入ります。テコの原理を利用して軒先を跳ね上げ、金銅の要である美しい屋根の反りを支える構造材。吉野で切られ、木の目利きのチェックにも合格したあの羽根木を前に、奥田棟梁が月切りで古材との合わせを行っていました。平成に切られた新しい材が、さまざまな時代の古材とともに金銅の一部になります。そして田中さんの調査が始まったあの野地板の取り付けで、組み立ての最後、こうして宮大工の仕事は終わりました。再び闇に閉ざされた屋根裏、次に開かれるのはいつのことでしょう。4万6000枚の瓦が乗った屋根の一番高い場所に、新しく作られた平成のシビが取り付けられました。平成の匠たちの情熱の結晶、金銅が完成しました。組み立てが終わった現場に奥田棟梁の姿がありました。綺麗になりました。今何をご覧になってたんですか。ちょっとソリとかね、ソリ、うん、軒のソリとか、うん、もう1000年持ちました、持ちますよこれは絶対に。千年、うん、俺がやってねえから。奥田さんの4000日が終わりました。じゃあ4000日は順風満帆で順風満帆だけど、いやそうもいかないけどもね。うん、でもまあね、修理っていうのはやっぱり楽しみですよ。あなた新築とはまた全然違った、うん、ねえ、まあ、なんか昔の人が一体何を考えたんだろうかというようなところをね、うんうん、こう、まあ、ある意味で実感できるわけだからね、うんうん、修理は元禄があって明治があってで平成ですけれども、平成の修理っていうのは一言で言って何でしょうか。それは難しい質問だわ。うん、いや僕らはねあんまりそのそういうところでね自己主張をしないわけですよ、うん、ね、やっぱりねこう日本の伝統のものをねどうやってこう伝えていけるかということですからね、うん、だからそこの中で修理屋のね自己主張が入ってはねいけないわけで、うん、だからそういう意味でそのこう特に平成の修理だからということではなしにね、うん、やっぱりなんていうかな、まあやっぱりそのいろいろ難しさはあるんだけども、その難しい中でなんとか一番現在考えられる一番いい方法で
次の世代へバトンタッチしたいと、うん、だからそういう意味では平成の修理っていうのもなんとかこれでバトンタッチしましたよという、うん、ね、うん、バトンタッチですね、一言で言うと、ね、そうそう、バトンタッチですね、うん、これは、うん、バトンタッチ、なるほど。奈良時代に創建されて以来、時代ごとの知恵が詰まった金堂。やらなくちゃいけないっていうのは何に対してですか？誰に対してやらなくちゃいけないっていうのは、今自分が見てしまったことに関して、うん、これをちゃんと記録しとかないと、他の人が見れないものを、うん、自分しか見れないものを見てしまったらば、うん、それは、自分だけのものにしちゃいけないというのは、うん、解体修理をする者にとっては使命。そしてもう一人の棟梁、松井さん。金堂には特別な思い出がありました。私は学生時代もこの建物を祖父と来たことがあるんです。だからこのような建物に携わったら本当に幸せだなっていうのはその時は思っとったんですけど、まさか自分がこういう仕事をやってまさかこう最後までねやらせてもらうというのは本当にありがたいことだと思ってます。年でした。やはりいい建物ですわ、うん、建物ですよね。あるものにとってはバトンタッチ、あるものにとっては使命、あるものにとっては祖父と見た夢、それぞれの4000日。村松さんにとってここは最後の聖地でした。天平の姿を残す唯一の金堂。これだけ修理した跡が見せないところ、見せないということは大変だっただろうなという気がしますね。外が先ほど言ったけども、その力を修理をした結果を見せないほど、なんて言ったらいいんでしょうね。縁の下の力持ちみたいな修理の仕方っていうのがとても重要なんでしょうけれども、出過ぎていない修理の仕方ですね。それがとてもここを見ていて分かりますね。まあ、ちょっと冒険かもしれないけど4000日に参加したかったですね。東照大寺金堂、平成の大改修。金堂のために集まった人々はそれぞれの力を尽くし、持てる知恵と技のすべてを注ぎ、やがて戦いが済むと静かに去っていきました。控えめにでも確実に、その平成の哲学を誰もが自らの仕事に込めた忘れがたい日々でした。2009年6月、12年にわたり議論が戦わされてきた出張所の看板が外されました。簡単に一回目やってやるから、やめましょう。すっかり、うん、表はねもう10年以上ですね。11年になるかな。もう終了、解散。
集は今また雨に見送られ終わりました。